チズ・チェスター・カレッジは、イングランドのウェスト・サセックス州チチェスターにある、継続教育のカレッジ、プルバラ・キンボーのブリンズベリに、第二キャンパスがある。イングランドで、最大規模のカレッジの連合体である、コラブグループの一員になっている。2017年にクローリー・カレッジと合併し、サセックスにおいて、最大のカレッジグループを形成している。チェスター・カレッジには2万人以上の学生が、 在籍しており、そのうち5000人以上がフルタイムの学生であるが、フルタイムのうち4000人ほどは16歳から18歳、1000人ほどが19歳以上で、数百名は大学相当の家庭を履修している。学生は多様な科目を選択でき、一般教育修了上級レベルの科目や、商業技術教育委員会ディプロマのレベル3を、はじめ、若者や成人に、 職業生活を準備させる様々な職業資格を与える家庭が用意されている。ブリンズベリーキャンパスは570エーカーの敷地に商業的に運営されている農場があり、落農のほか牛、羊、豚の飼育や工作が行われており、そのすべてが実践的な教育の場として活用されている。教育監査局は二千十四年にチチェスターカレッジに 抜群の評価を与えている。チチェスターカレッジは、ウェストサセックス州南西部において、学術、商業、科学、技術、リクリエーション、成人教育など多様な教育にあたる大規模な中核施設として、1964年に開学した。カレッジは、チチェスター大聖堂の南西側で聖堂が見える、ウェストゲートフィールズにあり、マーケットクロスから、 半マイルほどの位置にある。ウェストサセックス州内にあるブリンズベリキャンパスはブルバラの北3マイルほどの場所にある。ウェストサセックス州の農業教育センターとして開設され、第二次世界大戦中はランドガールズと称された婦人農耕部隊の基地となっていた。1966年にはウェストサセックス農業学校が正式に開設された。その後、 1998年には、グリンズベリーカレッジとなり、2002年にチチェスターカレッジへ統合された。1972年2月23日、デビット・ボーイは、ジギースターダストツアーの一環としての講演を、チチェスターカレッジで行った。二つのキャンパスにある施設には、実験室、教室、図書館、コンピュータ施設などのほか、職業教育のための様々な特殊施設がある。 ありがとうございます。